田副大臣は固定資産税の4度にわたる滞納、そして差し押さえがあったという事態について、法令に違反していない、あるいは法令上の義務に反していないとお考えですか神田副大臣。えー、その判断について、自身で、えー、判断することは控えたい、こんなふうに考えております。 あの税法に違反しているかどうか、自ら判断できない方が政治家が、なぜ国民に税の負担をお願いする財務省の副大臣を務められるのか、それを答えてください。神田副大臣。何の法令に違反しという観点から、今、私自身も勉強をしておるところで、えー、私自身がまだあその判断を下すに至っておりません。朝鮮民主 항목의 연구소 상명 대주간 캔더트 장착용 수소탄 시험에서 완전 상명 조선로정